キングプリンス平野氏をファンが反応した妹についての発言。スタッフのユーモアに笑いも。朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系、では、解決。キングプリンスというコーナーが放送され、ファンの心を掴んでいます。 8月31日の放送では、日本食級親前大使である小川博司里先生の指導のもと、平野仕用が正しい包丁の使い方を学びました。包丁は様々な種類がありますが、今回は一般的な万能包丁、三徳包丁の使い方を教えてもらいました。価格は100円から数万円まで幅広いですが、大切なのは値段ではなく、 切り方なのです。平野は、まな板の前に立ち、包丁を手にしていました。すると、先生が指摘しました。まず姿勢を正しくしましょう。と、正しい姿勢とは、利き腕側の足を一部引き、まな板と45度の角度を作ることです。包丁を使う際には、肘で動かすことが非常に重要だとのことでした。さらに、包丁を持つ際のアドバイスもありました。 中指を柄に、引っ掛け親指と人差し指で歯の両側を挟む方法や人差し指を胸の上に乗せる方法がおすすめだとのことです。正しい持ち方と姿勢を学んだ平野は、肘を使った包丁の使い方をマスターするために、こんにゃくの薄切りに挑戦しました。そして、その後は、きゅうりの蛇腹切りにも挑戦することになりました。 先生のお手本を見た平野は驚嘆し、えっつ、何これそういうことどういうことと言いながらキュウリを芸術的な切り方で連ねていく様子が放送されました。ヘビハラキリは、キュウリを切り落とさずに包丁の刃先を45度に保ちながら、同じ角度幅深さで切っていく技術です。 平野は意外にも上手に挑戦し、一面を切り終えたら反対側の面を同じように切り進めました。先生は、すごい上達しましたね、と、称賛しましたが、平野自身も、蛇腹切りができたことに喜びを感じていました。これだけでお店を開けられるかなと冗談めかして言っていました。 その後、平野は包丁の顎部分を使って、リンゴの皮を市松模様に剥く、リンゴの飾り切りに挑戦しました。市松模様には人気アニメ、鬼滅の刃を連想させるものがあり、全集中、平野呼吸、用切りとアニメの決め台詞をもじって気合を入れていました。 作業中、スタッフがリンゴの飾り切りをお弁当に入れたら子供たちは喜ぶのではないかと話しました。平野は、超喜ぶと思う。だってそれこそ、鬼滅の葉が流行っているから、と答えました。そして、冷凍庫みたいな妹欲しかったな、と囁いてしまいました。するとスタッフが、箱に入ってる妹ってことと聞き返し平野はそういうことじゃないですよ。 箱に入ってる妹が欲しいわけないじゃないですか、と即答しました。なお、冷凍庫は主人公創門炭治郎の鬼になった妹で、炭治郎の背負う木箱に入って旅に同行しているキャラクターです。平野はめちゃくちゃ難しいです。実は手先がとても不器用で、このようなことは高橋、天が上手ですよ、と飾り切りに苦戦しました。 しかし、こんなに難しい技術だとは思いませんでした。次の現場に間に合うかなと心配しながらもちょっと待って、ガチで全集中します。と気合を入れ直し、先生のお手本と比べても遜色のない飾り切りを披露しました。 この VTR をスタジオで見ていた火曜メインパーソナリティの三代ジェソウルブラザーズフロムエグザイルトライブ山下健二郎は何でもできるんですね。飲み込みが早い。と絶賛しました。ファンからは、潮ちゃんみたいな兄が欲しかった。私が冷凍庫になる。妹になる。などの反応が寄せられました。また、箱に入った妹が欲しいんですかって聞くスタッフさん、小。 この空気感好きとの声も集まっていました。